コンサル、IT、商社などさまざまな業界の企業が参加する就活イベント Meets Company。 採用人事と直接話せるため、たった数時間で複数の業界を深く知ることができます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。大谷翔平、100億年収あってホームランと完全試合できて、あと家に女いる。何今の変な挨拶。大谷翔平がもしもグレーダーです。グレたらということで、今回は大谷翔平の結婚についてというテーマを持ってまいりました。特にあまり深掘ることもないんですが、トモさん、大谷翔平の結婚どう感じましたか？どう感じましたか？どう感じたか。で、僕は SNS の、 女性陣の私じゃないんかみたいな、ちょっと寒いのがちょっときついなみたいなぐらいしか思わなかったです、なんか表現むずいんだけど、大谷からすると、努力ももちろんしてると思うけど、普通に自分のペースで野球やってたらああなってるだけなわけじゃない。だから大谷は、これってなんて特別な人間なんだろうって思いながら生きてない気もする。だからこんな特別な俺だから、どんな人を奥さんにすればいいんだろうとかって多分考えてなくて、普通に生きてたら普通に野球がなんかみんな喜んでくれるぐらい打てて、体型も普通の人よりもすげえなんかパワーとかついちゃって、だから普通に知り合った人と普通に結婚するっていう、なんかそのこっちからすると異星人みたいな感じだけど、宇宙人というか。で、大谷は普通に生きてるだけだから、だから普通の人が普通に結婚したっていうだけというか、っていう、なんかなんだろう、なんかあんま特別視をそもそも結婚にないんじゃないのって思う。まあそうですね。どうでしたか、ベテランさん。いやー、これがね、ツイッターにも書いたんですけど、私が大谷と結婚してくってのにみたいなギャグ言う女、ほんまにもうキモよね。いやでもめっちゃわかるそれ、本当にショックみたいな、冗談でも男女逆で、俺らがガッキー結婚して、ガッキーと結婚するの俺だと思ってたのにってツイートしてたら相当キモいの、男女逆やったら結構平気で指摘よるのがちょっとムカついちゃいました、ね、不思議な観点だな。なんかどうでしたか？人それぞれなんか薄い感想、薄い感想。私別に自分では言ってないですよ、私のものだったのにみたいな、自分では言ってないですけど、友達たちから連絡来ました。めっちゃこの男だったので、みっちゃかって言われて、それをみっちゃかの男だよ。みっちゃか界隈にはだっていろんな魅力的な女性の友達がいっぱいいるわけじゃないですか、なんでみっちゃかの方なんですか？ほんとなんかみんなみっちゃかの方だと思ってくれてたみたいな。真剣に連絡来ました、みんな。真剣にそれにしてはロスにあんまり行ってない。スポーツ選手説出てるね。ああ出てますね、ね、ジムであったみたいな説、いいよね、そうよね。今日早稲田なんですよ。あれだから僕からすれば、大谷が高卒なのに奥さんが早稲田、みんな大谷羨ましいけど、僕は全然奥さんが早稲田ってことが一番羨ましい。あ、そうじゃない。まあそれわかんないですよ、ちょっと。わかんないけど、早稲田は早稲田なんで、まあ、確定じゃないからね。確定ないけど、もしスポーツ選手だったとしたら、変な嫉妬生まないし、変な色眼鏡でも見られないし、アスリートの気持ちはアスリートが分かってるよねっていう、すごく素敵な話な気もしたけどね。変になんかこう芸能系だとか、芸能系って大体頭すっからかんなわけじゃない。あ、違う、これは一般論ね。俺はそう思ってないけど、そういうのと比べたら多分すごく素敵な話だなと思うんですけどね。そこのバランス感とかなんかすごいんですよ、大谷って。なんかそういうのでミスってるとこ見たことないって。頭抱えてなかったと思った、バランス感。いや、なんか、でもスキャンダルとかもう一回も出たことないですよ。なんか常にそういうなんか WBC の時とかも正解出すというか、そこのセンスも地味にすごいなって。なるほどね、メディア採用ね。ダルビッシュはなんかモデルの人と結婚して、とか結構その最後ね、名前出さんかとわざわざそこも結構ヤンキーやなみたいな、本当にそれの意味が。確かに確かに、ことについてとかも、自分一人で叶えられることじゃないから、してます。それなんかあれですよね、なこなこチャンネルは絶対子供欲しいみたいなこと言って、それなのに大谷は自分一人じゃできないから、やっぱ誘致はダメなんだみたいな感じでやってられててみたいな。めっちゃ面白いな。コウ君勝手に言っちゃった。あ、そう、コウ君が、そう、でも感覚だから、大谷高卒だから、あ、やめよこれ、やめよこれ。村方さんはと思いましたか？大谷翔平、私のものなのにとか、
全然そういう風に思ってないんですけど、うん、一般女性って初め報じられたじゃないですか、うん、一般女性って何なんだろうっていうのはやっぱり思って、うん、スポーツ選手っていう風になって、うん、あ素晴らしいなっていう風に思ったんですけど、それも高校時代の同級生とか、うん、でも、まあ、絶対同級生だったとしてもその人も絶対にスペック高い女性だなって思うし、どういう人なんだろうっていうのを思ってモヤモヤしてました。モヤモヤ雑魚一般女性やったらブチギレた。あ、ちょっとあの雑魚そうですねなんかどういうレベルなんだろうみたいな。一般女性だったらまだよくない。高校のアナウンサーってことで一番嫌じゃない。まあ確かに大谷翔平さん嫌いって言いますよね。アナウンサーめっちゃ嫌いですよ。あ、なんか NG らしいです、はい、それほんまなんだな。よう言うよなツイッターで。大谷には目立ちたがりの薄い女嫌いなそんなすごいの願望だよ。確かにそういうのある。かっこいいアナウンサーにムカつくみたいなあるんですか。私の方が可愛いでしょ。いや、じゃない、そうじゃなくて、なんか、え、それでいいの？誰目線それでいいのっていうふうに思われないのがやっぱスポーツ選手とスポーツ選手だった気がする。うん、確かに。まあでもさ、お前ら独身じゃん。ね。結婚ってさ、その他の人から、また悟り戻りだ。他の人からどう思われるとか羨ましがられたいとかで結婚とかしてたら絶対後悔するから。じいちゃんばあちゃんになっても一緒にいる人なんだよ。なんか若い20代限定のちょっと羨ましがられるとかでアナウンサーだからとそんな思考浅くして人生決めちゃダメだよって俺は思いますよ。ありがとう、ね、相手がね一般人だろうがスポーツ選手だろうがたかが職業なわけじゃないですか、うん、さっき職業で空っぽだなと言っちゃいました。大事なのは居心地がいいとか、うん、それこそ会話のレベルというか波長が合うとかそういうところですよ。結局スペックとかで選んだら絶対もうそれはだから彼氏彼女とかでやっときゃいいんじゃないって思うし、だからスペックがどうとかって考えて青いよお前らは。青いよ。青い。一番近いとか。学歴で。テックがどうとかさ。そう。ね、仮にね、じゃあ何でもラッキーみたいな。結婚しましたってなった時に、家でめっちゃ相性悪かったら、毎日、例えば喧嘩になりますってなったら、めちゃくちゃ人生不幸せじゃん。うん。でも外行ったら、すげえな、ワイガキって。でも家帰ったら、めちゃくちゃ、もうなんかもう、最悪みたいな。一番しんどいです。そうだよ、うん、そういうことですから、うん、やめた方がいい。だからスペックとかしょうもない、本当に君たちくだらない、うん、だから経営者ですっげえ可愛い子と結婚とかしてる50歳と20何歳の超可愛いラウンジ嬢みたいな、うん、だとこの人経営者って言うけど物事は短期的に考える人なのかなとかって一瞬よぎるよ。いや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 、おめでとうございます。もちろんいろんなね理由とかあると思うけど、やっぱ波長だったりするのが大事なんじゃないですか。さすがに結婚となると大谷さんも波長が合うから結婚してるわけで、スペックとかじゃないですから、やめてください皆さん。しょうもないみっともないこと言うのはちょっと、うん、反省して、はい、ここから切り返しづらいんですが、うん、それを踏まえてあの、うん、3つトップスポーツ選手、うん、芸能人、経営者、うん、この3つと出会うの、うん、それぞれどこで出会えばいいんですか。、はい、台本通りすぎるって、はい、お前踏まえて、はい、まあ、サラリーマンとかもポリ動画愛とかいろいろあると思うんですよ、うん、東海でも、うん、この3つってなかなか会えないです。女性が男性と出会う。そうですね。経営者は簡単そうだよね。そうだね。ギャラ飲みアプリとかさ、うん、知り合いとかさ、経営者なんて山ほどいるからね。おみさめろは月に10人の新規の経営者と会うでしょ。人事、うん、だから別にみさめろと仲良くしてら勝手に行くよ、うん、でもじゃあその飲み会で会った人とくっつくかどうかはまた別の話だからね。弊社、うん、もなんか変にこじらせているから、みんなねそういうところは行くけど、そういう子で出会ったことは付き合いたくないみたいな言ってる人もいっぱいいるし、うん、出会うっていう意味で言ったらまず弊社はそうだね、はいはい、まあ、簡単だね、うん、あと何だっけ、アスリート、うん、芸能人、それこそ共通の知人とかといかにつながれるかみたいなところだと思うから、芸能人の人を落とすのって難しそうだなって思うんですよ。シンプルやっぱりスキャンダルとかもあるじゃないですか、うん、めっちゃバリア張ってるじゃないですか、うん、初めめっちゃ警戒もされるだろうし、うん、一般人側が惚れるとか全然あると思うんですけど、芸能人側が惚れるじゃないと成立しないのかなって思って、うん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 、でもイメージなんかそういう芸能人とかも反芸能人みたいな人と遊んでるみたいなイメージ、うん、そうだね、うん、うっすら演者入ってる人とかの方がお互いそのなんか、うん、なんかあってもあれやしみたいなイメージはある、うんうん、だから美咲ちゃんだって芸能系の男性なんて山ほど知り合いいるんじゃない。
でもまあなんかそのスポーツ選手同士じゃないけどやっぱ同じ職業になるのが一番早いよね。うん、だから逆に分かんないけど俺のこれが勝手な妄想というか予想だけど、宗像さんが男性芸能人とかと仮に真剣交際になるってなっても多分価値観違いすぎてきついんじゃないかなって思うけどね。やっぱ宗像さんはいい大学に出てちゃんとした企業に就職して、うん、真面目に朝起きて働いてってやってお金をもらってるわけじゃん、うん、その感性と全く違う人たちと飲んで刺激で楽しいとかあると思うけど、一緒にこう深く時間を過ごしてとかってなるとストレスだと思うけど、うん、確かに確かみたいな芸能人と付き合っちゃったら、うん、全然できるよ全然できるよ外で全然声かけらんないよ交際とかが多いからそれが理解できないかもしれないです。いやていうか多分その基本芸能人がクズだと思ってるから俺がね、うん、だからそれに耐えられないんじゃないっていう話、うん、美咲ちゃん以外の芸能人大体クズだから美咲さんはすっごい好きですよ、すっごい好きですよ。そう、うん、株本さんはあれですか、うん、奥さんと結婚して令和のドラで、まあ、一種有名人の側面ってあると思うんですけど、うんうんうん、それで苦労したこととかってあったりするんですか。株本こういうとこにいたよみたいなのがなんかこう嫁に連絡が入るとかはだけどもし君が SNS ゴリゴリやってたらもっと被害というかめっちゃある気がする、うん、っていうのも俺の知り合いの令和のドラの経営者、まあ、名前は伏せるけど奥さんがいて奥さんも SNS やってましたっていう時に男の方がラブホにこの間女の子入ってるの見ましたみたいなのを奥さん側に送るとかっていうのが乱発してたから、それ嘘も結構混ざってたりとかして、その都度こう奥さんサイドブチ切れるみたいなのは、まあ、よく見てたりとかしたので、そうだったらちょっと鬱陶しい。まあ、別に外歩いて悪いことしてるわけじゃないから、そんなんだけど。どうした？ということで今回も大谷翔平の結婚についてでした、うん、ありがとうございました。